小島勇です、今回でついに5回目ですね。今までですね、リズム、アップとダウン、そしてアイソレーションをやってきたんですけれども、今回はこれを全部まとめて、やっていきます。もう練習用になると思いますので、これを見ながら皆さんしっかりと練習していってください。
2回目から第3回目、4回目、全部まとめて練習をしました。ここまで練習すればですね、これからやっていく中でどんどんこう応用が効いてきますので、これからも何回も何回も見て練習をしてください。今回はここまでです。